アメリカ合衆国ジョージア州出身のプロ野球選手。兄のジェイソン・チルダースも元メジャーリーグの投手。1997年にミルウォーキー・ブルワーズからドラフト9巡目で指名されて入団。2002年8月3日にメジャーデビュー。2004年オフにアトランタ・ブレイブスに移籍し、2005年に3年ぶりにメジャー当番を果たした。2007年は、 フィラデルフィアフィリーズ参加 3A オタワリンクスに所属。19試合に先発し7勝4敗、防御率5.17。チームメイトに、ゲイリー・バーナム・ジュニアがいた。2008年は、フィリーズ参加 3A リーハイバレーでクローザーを務め、53試合登板、3勝5敗、20セーブ、防御率3.78。同年12月6日。 東北楽天ゴールデンイーグルスと契約を結んだ。抑え候補として名前が挙がっていた。2009年のオープン戦では8試合連続無失点と結果を残したが外国人枠の関係により開幕1軍とはならなかった。シーズン開幕後は2軍でも抑えを務め、リックショートの故障により6月にようやく1軍登録された。 だが初登板こそ、無難に抑えたものの、その後は打ち込まれ、結局わずか3試合の登板で7月に2軍落ちとなった。その後は2軍の投手事情から先発に転向し、2勝を上げるなどと、安定した結果は残したものの、最小格はなかった。結局、このシーズン終了には自由契約となり、わずか1年でチームを去った。 最速146キロメートルのストレートとフォークボールとスライダーを制球よく投げ打たせて取る投球スタイル。このフォークボールは軽く揺れ当時の楽天のヘッドコーチだった橋上秀樹は落差はチームで一番だ。というありがとうございます。